東口改札口ホーム学芸大学駅は東京都目黒区高番3丁目にある東急電鉄東横線の駅である。駅番号は ty05。駅名の由来となった東京学芸大学は1964年に小金井市へ移転しているが東京学芸大学附属高等学校は当駅を最寄り駅として現存している。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。 改札とホームを連絡するエレベーターとエスカレーターが設置されている。トイレは1階改札内にあり、乳幼児、オストメイト対応の多機能トイレを設置している。2013年3月16日から開始された東京メトロ副都心線との相互直通運転に備え、重量編成の急行列車が停車できるようにするため、ホーム有効長延伸工事が行われた。同時に、 耐震補強工事も施行された。2014年3月16日から電車との接触防止や転落防止用のホームドアが設置運用開始された。2012年4月11日、学芸大学東急ストアを含む商業施設、学大高架下がグランドオープンし、東急ストアと学大横丁学大横丁、学大市場学大,場学大小道学大小路が 新たにオープンした。2020年度の1日平均乗降人員は57,308人である。2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり、前年度から2万人近く減少している。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。開業時の駅名、ひもんは、現在の目黒区南部一帯の広域名称。 エバラ群ヒモンヤ村が1888年に、ふすま村と合併してひふすま村となった際に、大技となっていた。駅は、石踏ふすま村大技ひもんやあざ高番に設置されたので、大技を駅名として採用した。なお、字の、高番は、現在の駅所在地名となっている。ひもんやの由来には、諸説あるが、一説には、 鎌倉街道端にあった碑文を刻んだ石にちなむとされている。高番は江戸幕府が設置した目黒高場の高番屋敷が置かれていたことにちなんでいる。周辺の目黒区側には五本木や三谷、東が崎そして世田谷区側には下は、さらに野沢がある。1936年、それまで赤坂区青山北町にあった東京府。 青山市半学校の世田谷下馬町への移転、誘致に東京横浜電鉄が成功、その最寄り駅として青山市半駅に改称された。以後、同校の改称に伴って駅名も第一市半駅、さらに学芸大学駅へと変更された。東京学芸大学は1964年に小金井市に移転した。学芸大学移転後、大学受験生から、 紛らわしいという苦情が出るようになった。その後、1999年6月には、翌年の2000年の東横線複々線化及び、東急目鎌線の英断地下鉄南北線、都営地下鉄三田線乗り入れに伴う、線名変更等に伴い、路線図を大幅に刷新することから、駅名変更についても検討されることとなった。周辺住民を対象にアンケートを取り、 3分の2以上の賛成が得られれば、解明を実施することになっていたが、過半数が反対との結果となり、見送ることとなった。乗り換え駅でもなく、駅前にバスターミナルがないにもかかわらず、急行停車駅となっているのは、急行運転設定当時、この駅周辺が市街地と郊外の境界となっていたことが理由とされており、周辺は古くからの繁華街でもあった。 以前は、目黒区役所の最寄り駅でもあったが、区役所が、中目黒駅近くにある旧千代田生命、保健本社ビルに移ってからも、通勤客が多いため、利用者はほとんど減っていない。そのため、朝のラッシュピーク時間帯に運行されている、上り急行には乗車できない場合がある。ありがとうございます。